旅を続けるケンシロウとバット、安住の地を求め訪れた町、そこにはびこる黒い影、その名はゴラ。私欲のためにさらわれた女たち、バットはその中にリンの姿を目撃する。危機を感じたケンシロウはリンの後を追うのだった。ここは父さんに意地返し。天下喝発か、ついうん、北斗神拳究極奥義、無双転生。終わった。勝負案、これが北斗流拳の極致。殺されに来たのか。北斗、上段人拳。勝負案。この戦いは私が生きた証。迫り来るゴランをものともしないケンシロウ、リンとの再会に安堵したのもつかの間、悲劇は繰り返される。親を殺され泣き叫ぶ少女、惨状を目の当たりにしたケンシロウはゴランを壊滅させるべくゴッドランドへ向かうのだった。
殺されに来たのか。返せ。ゴッドランドに乗り込むケンシロウ、冷酷なキラーコマンダーを作り上げるべく、実の兄弟ですら殺せと命じるマッドサーリ。倒したらすぐ刺す。自分たちを神に選ばれた存在と思い込んだ狂信者どもに死神が引導を渡す。逃がさねえぜ。ゲリラ戦の神髄を見せてやる。私はただの戦士マミオよ。逃がさねえぜ。返せ。なんと白露剣奥義優勝部。はい。
斗流拳の極致。逃がさねえぜ。返せ！お前ごときでは俺に勝つことはできん。返せ！バカ！私には人生の血が流れている。現れたグランの首領カーネル。貴様を動かすのは何だ？何が目的だ？全てを失ったケンシロウに目的などない。幼き少女たちの涙が、そして悲しみがケンシロウの内なる闘志に火をつけた。貴様の野望はここまでだ。殺されに来たのか？返せ！返せ！全破喝采超神拳！正確な判断ができるなら俺に挑むがいい。返せ！勝負あり！これが北斗流拳の極致。
殺されに来たのか。返せ。魔界を見た。バジュラ！はぁ！魔人の力受けてみよう！砕けろ！かぁ！キャン！なんと白露剣奥義優勝部！はぁ！究極王武装転生の前に死あるのみ。殺されに来たのか。返せ。はい。私はただの戦士マミオよ。1800年もの間一子相伝により受け継がれてきた北斗神拳はカーネルの技をはるかに凌駕していた。その時ケンシロウの身を案じたリンが現れる。そこに勝機を見出すカーネル。狂気の槍がリンを襲う。リンをかばい負傷するケンシロウ。しかし飛行同盟によりすでにカーネルは光を奪われていた。今度は貴様が暗闇に怯える番だ。殺されに来たのか。返せ。
邪魔よ。全破喝殺。正確な判断ができるなら俺に挑みない。これが北斗拳の極致。北斗骸骨拳。貴様ほどの力があったら何でも可能。後悔せんのか。ごめんなさい。後悔するはずはない。チャプタークリア。伝承完了。ネクストチャプター。